はい、こんばんは、ワドです。どうも。今日は2019年の2月の9日、3時51分です。恋愛にまつわるコラボとつまつです。よろしくお願いします。おはようございます。ミクさん、ありがとう。恋をしてるの？嘘。いや、知らんけど。遠距離してるんだ。いや、腹立つわ、本当に。なんか怒りが込み上げてきたね、怒りが。どうしたのかがわからない。ごめん、質問見てるか。わかんないっすね。ブツブツしてる？ブツブツ？みんな。ブツブツ？ブツブツしてる？これでどう？これでどう？治った？大丈夫？はいはい。
LINE 来た。あれ見えてる？あれ？コメント止まった？バグがひどいってふわっち。バグが見えてない？あれどこ行った？なんなんだよもう。コメントまた見えない？これ放送にならないって。これじゃあ見えてんの？あ、どうぞどうぞ、ショコラさん。見えてる？うん。なんだ、コメント止まってるだけか。ごめんごめん。紛らわしいわ。ふわっちごめんなさい。ふわっち始めたてなんだ。わからないこと、いや、いろいろ教えませんよ。めんどくさいんで。なんで僕があなたに教えるんすか。バカでしょ。は？なんで僕があなたにいろいろと教えないといけないんすか。嫌なんだけど。何言ってんのこの人、初対面で。え？あなた、初めましてで道ですれ違った人にいろいろ教えてくださいって言われたら教えるんすか。いやいやいや、俺されてることそういうことなんだけど。新宿歩いててトントンってやられて、あ、こんにちはって、あ、こんにちはって、そこまでは OK じゃないですか。あの、私、新宿来るの初めてなんですよって、あ、そうなんですか。ここまで普通ね。うん。で、あの、せっかくのご縁なんで、新宿のこといろいろ今から教えてください。はぁ？はぁでしょ。誰お前でしょ。知らん知らん、そんなの。勝手に歩けやっていう。確かにでしょ、うん、知らん知らん。知らないよ俺全然そんなの、うん、何言ってんの、うん、コラボないよ。コラボは別に上がってきたらいいよ、うん、もう一回送った方がいいですね。100回ぐらい送りましょう、うん、あの嫌われてますねそれ。臭いおじさんだと思われてますよ。ただの臭いおじさんだと思われてますよ。未だに生き遅れてしまいました。未だに生き遅れてしまいました。仕事24時間制保育園の保育士だから仕事優先にしてきたからかなって、もう諦めてます、年齢。ん？
未だに生き遅れてしまいましたがよくわかんねえな。こんばんは。もしもし。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。M さん、はじめましてですよね。はじめ初めましましてってしいうて、よろか。しくお願いいたします。実際にね、お話しするのは初そうめですてよですね。よね。すいません、よろしくお願いしまおす。願いします。なんかあれですね、放送と雰囲気全然違う感じなんですね。お話。そうです。すいません。いやいちょっやと今、ちょっといろいろ聞いてましてね、なんか私とコラボっていうところから、ちょっといろいろなんか、申し訳ないで窓す。瀬さんの方で、ちょっといろいろあったみたいなので、私もちょっと、いえいえ、申し訳ないです。気違になっうんですよ。たんです毎け回ど、なんですよ、これ。すいません、ほっといて大丈夫です、その件は。申し訳ないです。なんか、変な感じになってしまって。ここはね、やっぱり、そういうお仕事として、やはりちゃんと、そこは割り切って、私もちゃんと、なんですけども。なんか雰囲気全然違いますね。なんかあれですね。配信者スイッチ入れるタイプですね、M さん。そうですね。作カりメ込ラむがタイなプいだ。と。なんか、二手に分かれるんですよ、大体。バリバリ作り込むタイプと天然タイプがいて。で、僕も作り込むタイプなんですよ。なるほど。なんか、やっあれですぱ、ね。カメラがないと。カメラありきの人生なんですか？配信は、やっぱり、カメラがないとね、やっぱり、ドクター M にならないですね。なるほど。そうなんです配よ。信はもう長いんですか？ニコ生とかも音されてが、ますよね。わかります。すいません。音、ちょっとマイク近づけすぎですか？すいません。ありがとうございそまれす。はやっぱりセクシー系配信者なんで、やっぱり僕らとは違うセッティングをしてるんだよ、ゲンちゃん。ただ普通に、スマホで、イヤホンのマイクで、すいません。やっておりますんで、すいません。配信はもう長いんですか？ M さんは。ふわっちは、最近半年ぐらいですよね。1そう年です。経つ？2017年。そんな経ちますっけ？違う違う。お？違う？違う違う。いや違う。僕いつもだろ2000、そう、う。半年。そうですね。2017年ぐらいです。初めて見そんなたやっのては。ます？でも毎日とか入ってないので。そっかそっか。入ってないってこれ。明らかに業種噛んでるじゃん。明らかに DMM か FC2 の後ろにコンサルいるわ、これ。この言い方だよ。これ、あれだわ、絵描きいるわ、後ろに、これ事務所いるな。すいませでん。も一応事務所的なものには入ってますけど、こっちの方ではなくて、違う方の、事務所に所属してらっしゃるんですね。事務所というか、もう個人というかね、もう、腐れ縁みたいなエージェントと 一緒にやってますけど、でも楽しいですよね。なんか、そうですね。事務所さん入ってる配信者の方も結構いるんで、最近だと。こっちは全然もうフリーなんで、なるフほリーっど。ていうか、もう本当趣味でやってるので なんで、でも、あれですよね。セルフブランディングめちゃめちゃうまいですよね、ドクター M さん。私ですか？ こちら？ふわっちの方のですか？ふわっち違うの違う方の？違う。全体的な活動で、セルフブランディングめちゃめちゃうまいなと思って。ふわっちに、の皆さんにね、ちょっと、よくしてもらってるって感じです、本当に。なんか問い合わせすごかったっすよ。なんか DM とかで、M さんのファンの方から、うわ、この企画楽しみですって言って。そうなんですか。あら、ありがとうございます。それは嬉しいです。M さん、
M さんのメインの活動は配信者になるんですか？モデルさんになるんですか？カメラマンになるんですか？なんか、あえて、いや、全部趣味ですね。趣味の範囲でやってるんで、まずね、はい。だってこの年齢なので、もうね、いや、なんもうか、何でかをも、やろうっていうのは、はね、年齢武器にされてらっしゃるじゃないですか、完全に。ごめんなさい、なんか失礼なこと言っちゃったらごめんなさいね。なんか、僕、アスペなんで。いや、本当に、年齢、もうだってね、もっと失礼なんですね、けやっど、ぱり。おいくつなんですか？ああ、設定は66歳 です 66？ けど、今年女なので、年をの、46年生まれなんですけど、はい。46。わかんねえな。まあいいや。今今年48なんだ。あ、じゃあ、のはい。りことビタビタに合ってるんだ。同世代なんだかだ。らですね、私も、のりこさん、ほら、ね、お若い方とかとお付き合いしてるんであれば、なんかね、こういうコラボっていうのをやったら、なんか絶対、ちょっとね、あれかなとは思ったんですけど、のりこさんだと、寛大で、わかるのかなとは思って、いや、のまあ、りこがそこ寛のと大こだっろたこかとなんな。か一回もないっすよ。あ、そうなんですか。い妻にゃやんと飯食っー、ただけで妻にゃんを銃は撃しに行くような女なんい。で。そうですよ、本当に。数々のトラブルを巻き起こしてきた、有名、リスナーですよ、のりこは。そうなんで大す丈夫です。ね。M さんに危害は一切行かないようにするんで。それは だからね、もしあれだったら一緒にね、二人で撮ったりしてあ、もそういいなんでな、すなんよ。ても思ったりしたんですけど、そうはなんですけど、10年引きこもりのコミュ障なんですよ。い。いやー、私、対人では目を見て話せないぐらい、コミュ障なんで、画まあ、なん面か、越しじゃないと喋れないような。なんか、そういう雰囲気出てますね。なんか ああ、そうですよね。いい感じの。はい、だフォから。トセッションの打ち合わせしましょうよ、ちょっと。どんな感じであ、配そうで信やすりまね。す？流れ的には。ね、どうしましょどうしましょう？う。なんかカメラのこととか、写真始めた経緯とか、なんかその辺雑談しながら、そういうおじゃあ、話も。いやっすか？もうバシャバシャ撮ってんの垂れ流すって感じ。で、カメラを、配信撮影風景として、画面を、載せたいんですけど、もちろん。要は引きの絵はい。でカメラを一番引いてってことですよね。引きで、ワイプで、引きウェでブワイカメプ。ラで、小窓で出して、で、ああ、メなるインほど。を撮影風景、もうファインダー越しの風景を、なんか、アップっていうかね、一番メなるイほンどで載な、せメたインい画面。なーなんて、するか、でも、和戸さんが、スマホかなんかで、引きで写してるっていうのもいいかなとも思ったんですけど、それでもどうし面白いでよすね。カメラ越しっていうのはすごい面白い試みなんで、ぜひそれでう。やりましょう。で、サブカメラで、スタッフさんって言ったじゃないですか。連絡させていた。あの人たち、あれなんですよ。映像作家のクルーでもあるんで、すごい高画質の配信機材持って、多分来ていただくことできますけど、それで、引きの絵は全体を写すみたいなのをやりましょうよ。じゃあ、そうで M すさんのね。は M さんの設定でやって、僕の放送の方は引きで垂れ流すみたいな。それ、フォッチで。ふわっちでできますよ、高画質。パッキパキになります、テレビみたいに。OBS とか使って。エクスプリットですね、その設定は。そっか。わかりました。じゃあ、それでいきましょう、ぜひぜひ。じゃあ、よろしくお願いします。撮影時間自体は、まあ、例のスケジュールで何時間ぐらい時間って取れる感じなんですか？
どうしましょうね。どうしましょう。2時間ぐらいがいい私のがかな。多分そちらに着くのが、本当ああ、例の。4時頃になっちゃうので、はい。だからあ、そ全こ然それは大丈夫ですからよ。セッティングしたら、まあ、9時とかですよね。そうでしょうね、多8分時、ね。9時とか。はい。でもそんなに長い時間は多分ね、そうっすね。まあ、2時はい。間、3時間ぐらいまあ、で。いい写真が撮れたら、みたいな。あ、そうっすね。いい写ああ、真こが撮れれ、たみら。たいな。納得。まあ、スタッフさんのこともありますよね。あ、多分大丈夫だと思います。近くなんで、場所、現場から。そうなんですか。ああ、じゃあ、いや、そもうんそな。れでびっくりして、照明機材貸してくださいってお願いしたんですよ、僕が。ライトとかを。そしたら、って僕ら行きますよ、つって、メイクも、カメラも全部持ってきますよって言っていただけて、あ、じゃあ一回確認させてくださいって言って、で、OK 出たんで、あ、もう全然、なるほ全ど。然そこは。わかりました。じゃあ、でも私的にはどういうふう、私がほら、和田さんにこう、ちょっとこんな感じっていうのをちょっとお伝えしたんですけど、私はどういうような感じにこうやればいいですかね。いや、私どうもういつ持ってもこね、うかなんかっていもうう。全裸に近い感じなんで、全然近いっすよそね。れは、まあ、放送できないから、それは無理なんですけど。そうですよね。なんか逆に今までセルフポートレートですよね、M さん。そうですね。はなんかこういう雰囲気で逆にその物理的に逆に撮られるんだったらこういうのってあるじゃないですか。セルフポートレートやってると。なんかあります？自分でできないようなことですよね。引きの絵だったりとか。そうですね。どういうふうに持ってこう。ちょっと僕もまあ考でえても、るんですけど。撮影が夜なのでね。夜。どちらかっていう夜と、僕だかなのら、でね。夜なのは全然照明たくんで全く問題ないですけど、どうしよっかな。まあ、日中とかだったら、まあね、外でとか、こう、いや、室内の方ホがテル僕やにりしやすよう。いっすね。全まあ、然。そうでしょうね。どうしよう。部屋って結構あれな感じでしたっけ？広かったんでしたっけ？ですね、一応34平米ぐらいっ結ていう構んで、広いそんのか。や、そ、あんまり、広どうくなかいですか？な。ねなるほど。了解です。セクシー系な感じがいい感じなんですか？それとも、なんか、そうじゃない感じがいいんですどうか？いうふうもうにし正ましょう直。ね。いや、僕、全然、どっちでも構わないんですけど、全然僕自身は。服とかも、ほら、なんか、どういうふうな感じで、こう、衣装とかね、持っていったらいいそうっのかすね。なっていうのもありまして、服今回何パターン持ってこうかなっていう感じだったんですか？ M さんは。でも私本当になんか下着みたいなのしか持ってないので、だから、ジーもし、パンって持ってます？ありますね。ジーパン一着持ってきていただきたいですね。どんな、ピタピタじゃなくて、ゆるゆるな感じでいいですか？いや、ピタッとしてるジーパンの方がいいかピタッも。としてる方ですか？ピタッとしてるジーパンがいいっすね。わかりました。なんかダボパン、昔のダボみたいなしかない。ああ、マジか。まあ、なかったら。あとなんだろう。気まあ、服になん、タイプスキニータイプみたいなのでもいいし、なんかピタッとした感じ。なんか、M さんの世界観、僕、好きなんですよ。写真の。だけど、ありが今とうご回、ざいます。あれじゃないですか。せっかく別の人が撮るんだったら、別の見たことない M さんを撮った方が、M さんのファ確かンに。に、ちょっとなんかサービスショットになるのかなと思って。ありがとうございます。そじんゃあ、なち感ょっじなんでと、すよ。細身のパンツそうっすね。細身の、の、なんジか、ーンズのやつですね。
ジーパンとか、なんか、はい、ジーパンっぽい感じの、ピタッわかとりしまた。した。はい。それがあるとありがたいですね。上で、はどんな感じでもいい。上は上は、ええ。上は適当でいいです。それ当日、あとで写真、イメージの写真送るんで、ああ、よろしくこうおいう願のいし撮りまたす。いなっていう。はい、はい。はい。半エロみたいな感じですね。なんか、微M さんが妙やってな。る、いや、はい。M さんがやってるエロ度が、はい。8割ぐらいの、80%だとしたら、僕40%ぐらいに落としてみたいって思ってるんですよ。はそのエロ度。い。はいはいはい。なんかそうしたらなんかかっこよくて、エロかっこいいになるのかなとか思って。テーマエロかっこいいっすね。私、で、身長も低いですし、あ、低いんだ。高いと思ってました、僕。154ぐらいしかないであ、そうなんだ。いや、イメージす。と違ったな。あ、そうなんだ。へえ。はい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 。なので、体も全然、バンバンみたいなじゃないから、あ、全然、全ちょっ然。とね、はい。逆に、この前いただいたセッティング以外で、どんな小道具用意したらいいですか、僕の方は。でも僕、ブヨブヨっすよ。多分、M さんが撮りたいって言っ私のたの。方が いやいや、結構僕、ひどい体してますよ、本当は M さん。ちょっと若いですもん ね。いやいや、ひどいっすよ、本当に。うん。まあ、あれだけでいいんですか？でも、それやっちゃうと多分もう終わっちゃうので、それやっちゃうと終わっちゃうってどういうこと？え？そっから動こうと思ったらはい。動けなくなっちゃいますよね。ごめんなさい。僕、アスペルガー症候群っていう病気で、ニュアンはい。スがすごいわからないんで、ズバッあと言っの、ていただけると。はい。濡れちゃうと、ああ、なるほど。写真をやると他が取りづらい。あ、いや、僕、10分ぐらいでドライヤーパーってやったらできるんで、あ、そうです大丈夫っすか。よ。そこは大丈夫っすよ。最初からそれやっちゃっても大丈夫ですか？あ、いきなりそのシーンから撮るんですか？ OK っだす、OK っと、ちょっす。と、だと、ちょっとね、ほら、ね、はい。そっから動くにも、ちょっとあんまり あれかまあ、なそうっと思っすね。て、あ、はい。全然いいっすよ。最初乾いてる感じのを撮ってから、で、濡れていって、で、みたいっなていう、感じで終わる感じ終わで。る感じで。わかりました。了解です。了解です。了解でですす。かね。はいや、楽しみっすね、なんか。い。で、めちゃめちゃ楽しみなんですあと、よ。ツイッターに4はい。枚しか写真あげれないじゃないですか。4枚ですだね。から、はい。だから起承転結でなんか、ちょっと、ああ、4コそうマいう、漫だ画みから、たいな。もうちょっと、テーマを一つ決めて、はい。載せても面白いかなと思ったり。そうっすね。それ面白いっすね。はい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 。あ、確かに確かに。それはいいわ。ほええ。ー。なんか、あれっすね。エスっ気たっぷりなイメージありましたけど、なんかいこう、やー、私は柔らかい。本当にド M です。本当にド M なんですね。本当にドクター M なんですね。当にド M ですよ。はいはいはい。なんだから、か、はい。今回のね、はい。のりこさんの気持ちはすごくわかるんですよ。私も、のりこ属性だっ私たから、の。私か、私が撮ってくれたカメラマンさんが、はい。やっぱ他の人の写真の撮って載せるじゃないですか。ん？どういうだこと？と、どういうこと？私が撮ってくれたカメラマンさん、別のカメラマンさんが、はい。他の女性の写真を自分のツイッターとかあ、に載はい。せるじゃそなれいですそうですか。よ。あ、だってカメラマンなんですか？当たり前じゃないですか。はい。だけど、私嫌なのの？は作品として、こう、やっぱ載せてくれないんですよ。だからそこで、すごく、うわ、くわってくるんですけど、でも、そこが、でも、そ腹立つこを、な。でも、そこをね、こらえてる自分を、なんかすごく、ゾワッなんとかすんだ。こう、ああって、興奮するんすか、それ興で。奮しちゃうんですよ。私雑に扱われてるっていうので。変態だわ。変態だな。そっから、なんかいろいろ、こう、
妄想していく、こう、楽しみというか。変、失礼なんですけど、このことこうやって、ああやったんだろうな、とか。何歳から変態なんすか？いや、ちょっとこの仕はい。事を始めてたからなので、やっぱ40代からですね。40代から。それで僕、M さんと、コラボすることを映像のクリエイターさんとお話ししたら、40歳を超えてからエロは本当のエロだって言ってましたよ、その人。まあ、はい。それ要は、は、なんかはい。思いますね。20代までにエロいのは普通なことであるけど、40代入ってからエロい人は本物のエロだからすごいって言ってて。そうそうそう。ですね。なんか、まあ、もともと、まあ、そういうのは好きだったんですけど、こうやって、やっぱり、こう、前面にほ 出うほうほう。てくっていうのは、やっぱ40代になってからですよね、やっぱりね。だかですよら、ね。まあ、男性はね、やっぱ30代、35歳以降から、やっぱそういう道に目覚めてくるらしいです。ノーマルが嫌になってくるらしいです。いや、でも飽きますよね。飽きますよね。わかりますらね、しいすです。ごい。なんか SM のイベントとかもやってません？あれがメそイれンなんですか？はちょっと、いえいえ、それはちょっと、一回出させてもらったっていう感じで。メインの活で動ではも、ないんですね。でもそういう絡みみたいな、レズとかいうのは、別のところではやったりはしております。レズビアンなんですか？レズではないですけど、いや、いけるみたいな、体験してみそたれいみたいな。は、やっぱカメラ回れば、スイッチ入っちゃいますね。あ、カメラ回れば何でもありタイプだ。カメラ、そう写な真んがで良すけよ。れば何でもいいタイプね。はい。わかります、わかります。でもね、撮られる、写真は撮られるの慣れてないです。本当に。撮る方が慣れてるってことですか？いや、撮るのも、本当にモデルさんを撮ったことがあんまりないので、こう、なる絡みほど。を、はい。こうやって、やってっていうのも、なかなか言えないんです。言っていいっすよ、言っていいっすよ。バンバン言っていいっすよ。言ってもだらいたいっから、すよ。ありがとうございます。経験が本当にないので、自分だとね、こう、自分で、バリアングルとかで、ね、こう、確認しながら、こうやってってできるんですけど、やっぱり撮ってもらうと見えないじゃないですか、どうやってどんな風に写ってるのかが。そうなんですよ。そうなんで角度すよね。が、やっぱ自分の顔の角度もそうそう。こっからとかあそう。るので。ありますよね。わかる、すごい。本当になんかやっぱ同じ風になったので、いつも。面白いっすよね。でも、今回の企画、なんかカメラでお互い撮り合うっていうのは。それはすごく。多分ね、どっちかが一方的にっていうのもあるかもしれないですけど、そうっすね。ね、二人ともっでていも、うのが多分ないかもしれないですよね。ですよね。撮られることと撮ることが好きな人って少ないんで。そうですですね。よね。なんか盛り上がったらいいなとか思っていて。配信者さんで、やっぱりカメラやってる方、ね、便所太あ郎まり。さんと僕とドクター M さんと、あと誰だろうな。アチオとか。アチオの場合、配信を一眼で撮ってるって感じなんですけどね。写真やってるっそうていうなんですか。か。だから、便所さんと僕と多分 M さんぐらいじゃないですか。有名どころで言ったら。いや、私は全然、いやい私は全然何もや。やってないんで。M さんめちゃめちゃうなぎ登りじゃないですか。でも売れると思ってましたもん、僕。うまいなと思って。ただ本当にエロでしかね、見せることができなくて。真ごめんな面さ目に。い。ごめんなさい。佐野智則がいました。もう一人カメラやってるの。そうなんですか。うなちゃんはもう実は隠れカメラ、あの人は何でもかじるんです本当けですど、か。機材自慢してました。そうだ。佐野本当智で則すがいか。た。Facebook 見ると面白いですよ。料理の写真バンバン上げてるんで。写真、物撮りみたいな感じでやってらっしゃるんもうですにか。わかですね。オートで撮ってるだけですね。あれは。インスタ映えのノリですね、佐野は。
あ、インス、あの、フェイスブックの方ですね。そうですね、そうですね。ああ、なるほど。いや、すいません、なんか、ちょっと、はい。趣旨と全然違う はい。あ、いえいえ、恋ごめんな愛さい。話じゃなくなってしまって。いえいえ、誰か上ごがめりんなたいさい、方本いらっ当に。しゃったのかな？あ、いや、まあ、今来てないんで全然大丈夫ですけど、本当、ありがとうございます。楽しみにしてね、るんで、ぜひ。また、ちょっとはい。ね、はい。いろいろ決まりましたら、またご連絡すると思いますが。そうですね。あと、じゃあ、撮りたい写真の衣装のイメージとか、あと、明日あたり送っておくので、なんか、それに近い衣装とかあったら、もし、なかったらこちらで購入するんで、はい。ぜひぜひ。わかはりい。ました。すいません。なんか、逆に M さんの撮りたいイメージで写真とかあったら、こういう感じっていうのを送っていただけると嬉しいですね。わかりました。はい。あ、まあ、なくてあもん大丈ま夫りです男け性ど。のポートレートってあんまりないんですよね。意外、ないっすよ。ないっすなよ。いんですよね。そう、だ男性モデから、ルは全然ないから、逆に多分面ねえ、白いと思うんですよ。そうなんはい。ですよね。難しいと思いますよ。だから、ねえ、ちょっと、しょ、メガネはい。曇らせたいとかね。ちょっとメガネ、こう、ずらしてメガネ曇ってるところを、ちょっと あ、いラーや、メン楽食べしてるとみ、こじゃ楽ないんしですけみ。ど。あ、いやいや、わちょっかとりまま、す、イ細メージかで。い、とメガネフェチの方とかね、そういう方のためみたいな。わかりちょっまとしフェた。ティズムな感じのところを 撮りたいですね。わかります。わかり ます。わはかります。い。はい。あ、じゃあ、すげえ楽しみにしてます。ぜはい。はい。すひ。いません。ありがとうございました。申しはい。訳ないです。はい。じゃ頑張っ失て礼くだしさい。ますいます。せん。ありがとうございました。皆様、失礼いたします。ありがとうござい失礼します。ます。はい。あれ、またバグか。またバグったよ。はい、ドクター M さんでした。なんかね、雰囲気全然違うよね。雰囲気全然違くない？なんか、可愛らしいね。なんかね、可愛らしい人なんだね。なんかもっとなんか、変態な感じだと思ったら、可愛い変態だったね。すげえ、なんか面白くなりそうだな。また来たのかよ。お前いつ寝てんだよ、ほんと。これ、のりこでしょ。これ、本当にのりこでしょ。逆に俺、のりこの捨てアカだと思ってたけど、これ、のりこでしょ。のりこの偽物じゃないわ。本物だわ。通信エラー？え？通信エラー？どうしよう。また通信エラーか。変態のエロい熟女いいな。年齢もね。いや、わかんない。もうここまで来たらわかんない。こいつが完コピしすぎてて、本物ののりこなんじゃないかって思い始めてきたよ、こっちは。なんか、のりこが言いそうなことを平気で言うから。急に、返せってなった後に、和道さんが反省するなら、のんちゃんは許しますとか、こいつ緩急がうまいの。なんか、のりこの緩急と、のりこの世界観、完コピしてるから、ほんとわかんなくなってきた。こいつのりこなんじゃねえかって思い始めた。結構そんな感じだから、のりこは。いや、楽しみだな。楽しみだね。いや、モデルもやるのは結構、ね、撮られる興奮ってあるから、撮られる興奮あるんですよ。なかなか伝わらないと思うけど。いや、こいつ誰なんだよね。シシシシとかね。いや、のりこのアーカイブ持ってるんだよ、データを。コピペしてるだけなんだろうけど。すごいよな。でもなんかいいね。なんかいい作品ができればっていう、その考え方がいいよね。コラボを見れないといけないから。コラボを見れないといけないからってどういうこと？ YouTube に何をあげるの？みんな延長代よろしくね。花火、お金に余裕のある人花火投げて。もう、
俺は稼ぐよ。俺は稼ぐし面白いことやってくよ。みんな協力して。よいしょ。最低でも延長代は稼がないとね。花火もバンバンもらうから。もう。そっか、佐野もカメラやってんのか。あ、28日もちろん上げるよ。もちろんアップロードするよ。アップするする。ね、コラボ楽しみだよね。M さん潜って見てたっていうのはちょっと恥ずかしいけどね。コメント書いてくれて全然いいのに。結構ね、配信者の人が潜るんだよね、この枠。パンダ柄の犬と料理専門なんだ。ああ、写真ね、うん、M 様、ドクター M の M はじゃあマゾヒストの M なんだね。マゾヒズムの M なんだ。いや、このさ、光のさ、触れ合ってレンズの傷かな、魚眼の。これ治んないんだよね。ライティングの問題なのかな。いくら拭いても治らないから、これレンズの構造の問題だよね、多分。光がどっかから反射しちゃって、蛍光灯だ。蛍光灯消していい、ちょっと。これすげえ気になるんだよな。多分これで、真上から拾うんだ、このレンズ。多分これでね、弱くなるはずなんだよね。どう？フレア消えた？こっちの方がいいか、ライティング。あ、治ったね。なくなったね。そうそう。こういうのもカメラやってる時にあるのね。だからライティングすごく重要で、例えば、メガネをかけて撮るのってすごい難しいの。なんでかっていうと、メガネ自体に反射が入っちゃうから、そう。フィルターとかを入れないといけないの。その反射が起こらないようにするとか。だからプロのね、写真とかすごいやっぱ。なんか結構さ、M さんのさ、ドクター M さんの写真って、結構際どいところまで攻めるエロで、まあぶっちゃけた話 100% エロもできる人だから、なんかそこで勝負しても、結局 M さんの方が撮り慣れてるわけじゃん。自分の良さもわかってるし、なんていうのか、パフェありがとう。延長代ありがとう。なんか自分のいいところもわかってるし、自分のリスナーは 100% エロ、80% エロをわかってるから、だから、あえて 40% まで落としていって、俺今の感じを出したいの。わかる？可愛い方の M さんの隠れてる方のやつあるじゃん。なんて言えばいいのかな、素直っぽいっていうか、素の方の M さんと、M さんのエロさの、その、ハーフみたいな。なんかその、私生活が垣間見える感じとか。だから、何をやりたいかって言ったらさ、脱ぎ始めてブラジャーに、下パンツでカメラのセッティングをする M さんとか撮ったら、ゾクってこない。わかる。要は、カメラが回った後の M さんしか知らないわけじゃん、みんなは。そうじゃなくて、ファインダーとかをこう、しぼしぼやってるけど、なぜか上半身裸の M さんとか撮ったら、めっちゃ面白いかな、とか思ったんだよね。それって、M さんの作品の前を知ることができるじゃん。繋がるのわかる、そっから。要は、アナザーストーリーっていうか、その、みんなが見えない世界観。要は自分の視点でしか撮れないっていうか、コラボしないと撮れない世界を撮りたいんだよね。うん。一息つくっていうか、その準備に入ったり、一息ついたりとか、そうそう、そういう世界観をちょっと撮りたいなとは思ったんだよね。そう、ちょっとマニアックなんだけど、その、なんだろう、楽屋写真みたいな。あ、芸人さんの楽屋ってスイッチ入りかけの時じゃん。あのモードをちょっと撮りたいなぁなんて思ってんだよね。なんか結構真面目な顔とか、うん。もちろん演出なんだけど、もちろん演出なんだけど、それは光も当てるし、本当にやったら真っ暗になっちゃうから、だから結構演技、写真にも演技ってあるのね。
その嘘だよね、簡単に言ったら。簡単に言ったら嘘。篠山紀信さんは、いや、それで別れる別れないになっちゃったんだけど、俺が言ったのがね、要は、アラーキーも篠山紀信も、ね、いい作品を撮るためだったらセックスするよっていう話をしたの。で、実際にアラーキーも篠山紀信もモデルさんに訴えられたりしてんのよ。あれはレイプだったんじゃないかって、恋愛だと思ったけどレイプだった。要は金持ってるから訴えられてるだけなんだけど、まあ合意の上でに決まってんじゃん。レイプなんかするわけないから、あんだけ有名で。でもね、写真家のエゴっていうのがあって、いい作品を撮るためだったら何でもやりますっていうのって、俺カメラマンだと思うの。っていう話をしたら、俺がセックスしたいために、なんか女性をオフパコしたい、要はセックスしたいがために、カメラを使って道具で口説いてるってアンチが騒ぎ出して、で、のんちゃんが発狂したっていう流れなのよ。すげえくだらないと思ってて。だから、さっき言った M さんの、いや、いい作品が撮れるためだったら何でもしますっていうのは、正しいモデルと正しいカメラマンの姿勢だと思ってるから。じゃあ、それくらい狂ってないと、いい写真なんか撮れるわけないじゃん。撮れると思う？みんながさ、セクシーだな、綺麗だなって思ってるものがさ、何の演出もなくてさ、撮れるわけないじゃん。それは実際にセックスするかしないか、そういうことじゃないの。そうそう、そういう流れなの。だから、別に俺変なこと言ってないと思うのよ。芸術ってそういうもんだし。実際彼女の良さ引き出すんだったら、エロが必要だって、この子に恋愛が必要だってなったら、そうなっていくわけじゃん。だから、ブラックスワンっていうさ、バレエの映画とかでもそういうシーンが出てくるんだって。要は、お前男知らないだろって。男知らなかったら白鳥の湖なんかできるわけないじゃんって言って、そのナタリー・ポートマンがオナニーするシーンがあるんだけど。まあ、俺芸術で普通の、むしろそんな深いこと言ってないよ。当たり前でしょっていうレベルのことを言ってんの。それだけじゃなくて、追い込むんだよ、さらに。脳をぶっ壊していくっていうか。だから、それが嫉妬するんだったら、俺から離れろよって思うの。俺から離れろって。え、ワトさんさよならって本当に言いそうな、本当に言いそうな感じだね。いや、何にも間違ったこと言ってないよ、俺。だって、そんなんじゃなきゃ芸術とかカメラやる意味がないんだもん。だからね、これ何を言ってるのかっていうと、これすっごい深い話なんだけど、俺が嫌いなオタクのカメラマンと一緒なんだよ。輪になってコスプレイヤーこうやって遠くからしか撮れない。金払わないと撮れない。そうじゃなくて、相手と被写体との距離感なんだよ。カメラの性能とかじゃない。高いカメラ買ったらいい写真撮れるとあいつら思ってるでしょ？違う。セックスしたりとか、被写体との会話だったりとか、服の打ち合わせだったり、こういう密な関係から作品って生まれるんだよ。信頼関係から。でしょ？でしょ？そうそう、アブノーマルのも、いや、のりこが知らないはずないんだよ。あいつはだって芸大行ってんだから。芸大っつうか、美術大学行って、ね、インスタレーションやってんだから。あいつは絶対分かってんだから。絶対分かってるんだから。のりこの作品見たら分かるんだもん、そんなの。でしょ？のりこは分かってて言ってんだよ。要はがアーティストののりこよりも女としてののりこは勝っちゃってるんだよ。なんでニンニが電マ大好きかここで書いたの？話の流れが分かんないんだけど、なんでニンニは電マが好きなことをこんなところで書いてるの？ちょっとニンニしっかりして、本当に。ニンニ、どうしたいの？ニンニは。なんでこんな公共の場所で79人も日本全国見てるところでいきなり自分が電マが好きとか言い始めちゃうの？分かったよ、ニンニが電マ好きなのは。いや、誰も聞いてないんだよ、話の流れからして。いきなり始まったんだよ。自分がオナニー大好き、もちろんエロスも電マ大好きって。いや、もうだから和道リスナー、本当闇が深すぎるんだって、本当に。いきなり来るから分かんない。分かった分かった。電マ大好きなのね。何代目とかやめても。
わかるわかるみたいなノリやめて、彼を。そういうこと、俺が怒ってんのはそういうことなんだよ、秋江さん。本当に。そういうこと。要は、俺のこと、男として見てるのやめてっていう。俺はのりこのことアーティストとして見てんのに、要は、なんだろう、そこじゃない不純物で見てるじゃん。嫌なんだよ、すげえ。ありがとう。いや、秋江の方が俺のこと分かってくれてるよね。いや、そういうことでしょ。いや、悲しいよ。写真撮るために、シャッター切るときに負い目を一つも感じたくないんだよね。シャッター切る瞬間にのりこをよぎらせたくないの。それを、シャッター切る瞬間にのりこをよぎらせたら、シャッター切れないもん。でしょ？配信つけるのもそうじゃん。シャッター切るのと一緒じゃん。配信ボタン押すの。それを一回一回、毎回のりこが頭に引っかかってたら、できないよ。コラボは楽しみだね。もちろん俺も、そういうヌードとかフワッチで配信する以上できないし、それは分かっててやってるけど。俺は普通の感覚なんてもうとっくに捨ててるんだよ。人間やめたんだから。俺の中にいるアキラくんとヨハン・リーベルとかささやくんだよ。わかる？そう。こんな普通のものを、普通のものは誰かがやればいい。誰でも撮れるんだから。つまんねえことなんか。それこそさ、いい作品撮るために何でもやるやつの方がみんな見たいでしょ。そうじゃないの。俺だけど、撮れると思ってるから。俺はできると思ってるから。むしろ今回その M さんね、結構責められる人なわけだから、自分で。いい作品のためだったらっていう人だから、俺はできると思ってんだよね。今回やっと、しかもね、今まではモデルさんとか、プロのモデルさんとか、事務所の許可の関係とか、ツイッターにアップできなかったわけじゃん。作品を見せられなかったわけよ、みんなに。でも今回はさ、M さんも俺もお互いに見せられるわけだから、配信者だから。だからさ、やっとさ、今まで培ってきた技術とかを全部ぶつけられるチャンスなんだよ。はい、ワドツ。芸の肥やしではない。そこは違う。要は芸術、作品を作るための素材なの、俺らは。芸の肥やしっていうのは、やっぱ芸人さんの発想なのよ。ネタを作るって。でも芸術は素材なの。そこは圧倒的に違う。要は、セックスがしたいんじゃなくて、写真を撮るためだったら、仮にの話なの。セックスをするっていうのは仮にの話なの。セックスしたいじゃない。そこじゃないの。だからそこに欲望はない。じゃあね、言ってあげるよ。モデルやったことないでしょ、みんな。写真撮ったことないじゃん。どういう感覚かっていうと、この距離でこうやって見つめ合うんだよ。で、もう少し、そう、そうとか、もう完全に恋愛の目線なの。信頼関係がないとこれができないのよ。この距離でこうやって見つめ合いながら、お互いが見つめ、カメラ越しに見つめ合いながらやるんだよ。そういう世界なんだよ。男同士もだよ。海邦でもそれをやるんだよ。だから、ある程度の信頼関係がないと、シャッターを切れないの。切らせてくれないし、切るタイミングが来ないの。それができなかったら、だって、無理だもん。でしょ？そう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 、感性感性。そうそうそう。そう、作品に対する欲望だから。あ、もちろんもちろん、普通に撮らない方がいいというか、彼女自身の作品ツイッター見てよ。俺の方にツイッター上げて、告知で M 様のツイッターも上げてるから見てみて。で、もし、リツイートとかいいねボタンとかみんな押してね。閲覧増えるし、それで作品が広まっていくから、無課金の人にいつもお願いしてんの、いいねボタンとかリツイートとかが一番効果があるからね。新規の人が来るからって興味ある。見過ごさないで、いいね押して、みんな。そう、性に対する欲なんかもうとっくにないんだよ、俺は。とっくにそんなもん枯れてるんだよね。ないないない。性欲なんてすごい、浅いものだと思ってるから、俺は。欲望、人間の欲望としては。
生理的な欲求なわけじゃん。それ飯食いたいとかさ、タバコ吸いたいと同じレベルだから、お酒飲みたいとか。もちろんパワーはあるよ、性欲っていうものには。でも作品にはならないんだよ。オナニーしたりさ、セックスして作品になれるやつっていうのは、そういう感覚じゃないものだと俺は思ってるのね。それを次のステージに上げることだと思うから、性欲をどう消化するのかっていう。意味わかんないのは君の生き方が浅いからでしょ。頑張ってるとか頑張ってないとかあんまり興味ないかな。いいものが取れたら別に頑張る必要なんてないしさ。でしょ？かっこいい写真が撮れるんだったら、あれ映った、見えてる、あ、見えてる。作品で証明すれば文句言われなくなるんだ。まあまあそういうことだよね。でもその作品を作る段階で潰されてるわけだから、そう、作品を作る手前の段階だから、要はもう不純物になっちゃってるんだよ、のりこの考え方が。OK、 ありがとう。いや、作品に取り組んでる人だったらこの感覚わかると思うよ。小説家、漫画家、映画監督、画家、インスタレーションとか、いろんな作品がある中で、みんな、周りから否定されるわけじゃん。そんなものやって何になるんだとかさ、それって人として違くないとか言われてるけど、当たり前じゃん、芸術やってんだから。みんながかっこいいデビルマンとか見てごらんよ、永井豪先生の。明らかにあれ、自分の中にあるデビルを描いてるわけじゃん。そういうもんでしょ？エヴァンゲリオンにしても。自分の中に体感してる何かをさ、一生懸命切り売りしてるわけだから、狂ってなかったら芸術なんかやらないよ。そう思いません？みんな切り売りしてボロボロになりながら、みんな鬱とかと戦いながらさ、自殺と戦いながら、死神の首が鎌にかかってる状態でペンを走らせてるわけだから、芸術家の人だったらわかると思うよ。俺は夢じゃなくて手段だね。最高にかっこいい自分になるための作品は手段だと思ってるから、夢ではないかな。子供の頃見た夢ではあるけど、今は手段にまで落としてるかな。そう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 。命がけで集中して書いてるわけだから。いや、だから俺がシャッター切ってる時とかの映像を見るのも、それもどれくらいの集中力で2000枚、3000枚のシャッター切ってるのかわかると思うよ。じゃあ、のりこはそこじゃないからアーティストでもあるんだよ。その理屈が通用しないからアーティストでもあるわけよ。デビルマンはめちゃめちゃかっこいいでしょ。簡単にはなれないよ。チュパの言う通りだよ。映画一本作るってめちゃくちゃ大変だよ。でもね、みんな協力してくれてるよ。みんな。俺は作るよ。めちゃくちゃかっこいいのになるからね。言っとくけど。みんなが想定してるものをはるかに凌駕する作品になると思うよ。それはもうじきね、時期が来たら、半年ぐらい経ったら答えが出ると思ってるけど、みんな応援してきた人を裏切らないよ。で、急にすげえすげえってなると思う。あいつにわかだとかクズだって言ってたやつが、うわ、こんなん作りやがったってなると思う。多分ね。まあね、みんなリスナー狭い世界だけど。あ、っていうかね、俺ね、プルームテック、電子タバコプルームテック買いたいんだけど、どこで売ってんの、プルームテックって。プルームテック欲しいんだよね。
いや、リスナー以外の人を見るための手段だと思ってる、俺は。ブルームテープ。うぬぼれてないよ、当たる。俺も現場入ってるから。もう、本当の体感、本当の気持ちだよ。うぬぼれてないよ。でも、自信がなかったら作らないって。当たるもそうでしょ。当たるも多分いろんな人にさ、否定されたりさ、お前には無理だって言われたはずなんだよ。で、やっぱり俺は作るんだって、あると思うよ。共感できると思うよ。作ったわけだし、当たる自身は。俺、うぬぼれてないよ。正直な気持ちだよ、当たる、これ。セブンとローソンか。プルームテックはいいね。なんか、グローとアイコスと全然違った。まあ、もちろん、もちろん。俺は当たるの作品作るところまで行ってないから、それはもちろんだと思うけど。でも、今の正直な気持ちだよ。作る難しさと、うぬぼれてないと作れないって、言い聞かせないと作れないっていうのは、ほんと戦ってるぜ。もちろん今必要なものが揃ってないっていうのもあるけど、スタッフさんも全力でやってくれてるし、力貸してくれてるし、先生とか。まあ、完成しないと意味がないっていう結果論派なのはわかるけど、当たるが。まあ、頑張るよ。いや、別にヒカルとかラファエルとか興味ないかな。あ、小籔さん、こんばんは。まあ、頑張るよ。ありがとう、チュパ。でもまあ、いい感じよ。メンタル的には。全然前に進めてないけど、すごく忙しい日々を送ってるから、いい感じではあるよ。不安はないね。力つけていかないとね。そうなんだよね。もう作品で語るしかないんだよね。結果から言うと。知名度を上げるの欲が強いんじゃないの？自己承認欲求じゃ足りないんだろうね、多分ね。他人から評価されたいんだろうな。多分ね。満たされないんだと思う。欲が深いから。作りたいよ、とにかく。でも人に認められたいという感情みんなの中にもない？俺は人一倍強い方だと思うけど。みんなの中にもあるでしょ。誰かに褒められたら嬉しいとか、ツイートしていいねボタンを押されたら嬉しいとか、それのなんかすごい欲望が深いバージョンっていうか、あるでしょ。いや、だから作れない人がたくさんいるよっていうことを、当たるはずっと俺に言ってるわけよ。口だけで逃げてくやつ、お前も一緒だって。お前も作らないに決まってる。そういうやつ5万と見てきたっていうことを、当たるはずっと言ってるわけよ。作りたい作りたいっつって逃げてきたって。いや、でもやっぱりそうだと思うよ。作れない人が大半だと思うよ。作りたくても。こんばんは。